例えば靖国のところに引っ掛けてね、無謀で悲惨な戦争で断罪してますけど、無謀でないようにできることができたんだったらどうすればいいんですかっていう話がない限り、そういう断罪は全く無意味だってことです。で、今も先ほどその私がコロナウイルス その経緯の話しましたけれども、おそらくそれをですね、国会議員700数あの40名にですね、例えば聞いてみたとしたら、そのことを知ってる人はどれだけいるでしょうかってことです。つまり戦争がね、かつて70年以上前に終わった戦争を捉えてね、あの時はこうああだこうだって言うけど、今だって状況は一緒なわけです。的確にできてないっていうことによって全く一緒なんです。だからやっぱり重要なことは当事者意識を持つことですね。なんかあのほら、ひどいのになると国旗国家のせいにするでしょ。あのほら、日本国旗あれをほら掲げて国家斉唱するの嫌だとかって言ってる人いるけど、あれって考えてみたらですね、例えば私が万引きしちゃった、万引きで店の人にと捕まって、万引きしちゃダメじゃないかって言われたら、いや私の手が勝手にやったんですって言ってるのと一緒ですよ。国旗国家のせいにしちゃってるわけですよね。だけど何を隠そう、やったのは私です。だからあの国旗、例えばあの日本の国旗、あれはですね、大宝元年、だから今から1300年前になりますけど、当時の42代天皇の次女、文武天皇の時に、あの元旦にですね、朝廷に掲げたのが最初なんです。1300年の歴史がある旗なんですよ。そういうものをですね、そんなね、たかだか数年のね、我々の間違いで旗のせいにするなんていうのは卑怯ですね。やっぱりそうではなくて、なんでそういうことになったかって考えたとき、実はやっぱり我々のその視野というか、まあちょうどなんて言うんでしょう、スコープっていうんでしょうかね、それはあまりに短くて小さいんです。やっぱ戦争というかね、争い事をずっと繰り返して、それで土地を取ったり取られたりね、ずっと長年やってきた人たちのそういう狡猾さっていうのは真似できないんですよ。そのぐらいその謙虚にというか引き下がってですね、物を見ないと到底本当のことって見えないんです。だから無知の知といいますが、我々は何も知らないんだっていうことを前提に物を考えないと、上滑りなその争いっていうかね、言い争いになっても何も見ませんので、そこのところがですね、我々はアーノルド・トインビの言葉にですね、人類は歴史を勉強する、しかし歴史からは何も学ばないって言葉があるんですけど、今も昔も変わらないんですね。だからそうなる、我々はそうなりがちだっていうことを理解してないと、なかなかね、本当のことが見えない。だからコロナウイルス騒ぎ一つとってもね、それだけ裏にねあるわけですよ。だからじゃあ我々はどうすればいいか、さっき言ったような小さな備えをして、あとはけせらせらでいいんです。だって病気になるか死ぬかどっちかしかないんですよ。あと病気にならないか、いいじゃないですかね。それよりも確率の低いことを、心配して、こうみんなでその疑心暗鬼になって不安不安不安、怒り怒り怒りっていうふうにならないことですね。ウイルスそうするとどんどん頑張っちゃいますから。これね、コロナウイルスの話にするとピンとこないかもしれないですけども、一番わかりやすいのは腸内細菌です。腸内細菌の重要さがね、ここ30年ぐらい言われてるんですけれども、腸というのは発生学的に言うと神経が最初にね、脊髄がこう伸びて消化管の周りに出てくるんですよ。だからとてもたくさん神経のある臓器なんです。でと同時に中に赤ちゃんが生まれた瞬間からばい菌がね、すんごい数ビュワッてこう住み着くんですね。
で、なのでこの腸内細菌というのはその、まあ素人言葉で言うと善玉菌悪玉菌って言った方が分かりやすいと思うんですけど、これの比率もですね、実を言うと心持ちで変わっちゃうんです。それぐらいあれはバクテリア、あの細菌ですけれども影響を受けるんですね。当然そのもちろん一つは腸管っていうものを介してなんですけど、もう一つはやっぱりあのバイ菌自身も感じるみたいで、なのであの我々の心持ちっていうのはさっき言った老化とかね、それから、病気とかっていうことだけじゃなくって、さまざまなものに影響していくっていうことなんですね。やがて多分科学的に証明されていくと思いますけれども、なので思いの大切さということを意識してほしいんですね。あのね、さっき言った天皇バレだって日本国民の意識の総和として、ね、ああいう形で出てくるんで捨てたもんじゃないんですね。なのでぜひですね、そういうようなことを意識されたらばいいかと思います。ちょうど1時間なので、じゃ あ, あのその後ですね、気の向いた人はなんかあの手を挙げていただいて、それであの意見あるいはご質問などを言っていただければと思うんですけど、それでその中でまたこう私自身がこう気づいたこととか、あの言い忘れていることを言えるかなっていう感じがします。ちょっとお貸しください。はい、はい、矢作先生、せっかくあのそういうふうにあの言ってくださってますので、あのここで今のコロナウイルスの話にしろ、それから矢作先生結婚されてるのかとか、まあ、どんな内容でも構いませんので、いや重大な話ですから、あのここで少しご質問なさりたい方挙手をお願いします。あの僕マイク持ってまいりますので、じゃあ一番よし、大丈夫かな、ここまで出てきていただけますか。で、 できたらあのお名前とご出身自治体の名前を言って、つまり神戸市から来たとかなんで。はい、滋賀県長浜市から参りました角川と申します。よろしくお願いします。ですね、矢作先生の、お別れの作法を読ませていただいて、でちょうどその1年前に父が、嫁宣告がんで、あと1年ですって言われた時に、もう本当に不思議なぐらい違うことを調べてたのに、ふっと矢作先生の YouTube のそれをが、こう突然目の前に現れてくださって、でそれでもう全然 それまでは存じ上げなかったんですけども、でそれでもうすぐにあの5問を読ませていただいて、でそれであの私たち家族もで本人もなんかとても穏やかなあの感じで、要するにその今起こっていることを受け止められたんですね。でその後要するにあのその大腸がんの手術の後、奇跡的にもう本当にすっごい元気になりまして、ああそうそういうことですね。そうだから、でそれで要するにもうあのもう病気はどこ行って、まあ、転移はしてたんですけども、あとはもう治療法はないのでっておっしゃって、でも治療しないことが、抗がんしないことがもうあの治療なんだということでみんなが受け止めて、でしてたらもう毎日自転車に乗って会社に行くぐらいすごいあの元気になって、ですごい私たちはすごく安心してて、このままもうあのそれこそ寿命っていうところまで、今91歳なんですけど、あの父が、でその手術の後もすごい元気になったんですけど、でそれでもうこのまま要するに本人100まで生きるって言ってるんで、要するにあその調子で要するに生きて、そのあのがんもそのこう、まあ、徐々に今増えていくかもしれないけど、まあ、寿命とこう相まってちょうどいい加減になるのかなっていうふうに思ってたら、今年になってなんか急になんかすごい弱り始めたんですね。でなんかこう動けない、あの要するに自分の体がうまくこうあれできないとかって、でそれで先月まで腫瘍マーカーが落ち着いてたのに、今年に入ってから20になり40になりっていうその急激にこう増えてきて、でその父が